かっこいい。さあ、トヨさんこんにちは。ということで、今日はね、真っ赤なコペンが来てくれました。愛車自慢まだまだ全然応募募集しておりますので、応募してください。ということで、オーナーさん、どうぞ。はい。あ、こんにちは。じゃあ、あらららららら、若い方かと思ったら、若い方かと思ったら、おいくつですか？56です。最近、気のせいかな、なんか年配の方めっちゃ多いんですよ。はい、なんだろう。逆に若い子車興味ないで、年配の人が結構盛り上がってるみたいな感じなんです。なんかおかしくないですか皆さん。なんでこうなっちゃうんですか。え、もともと車好きですね。絶対もともと好きですね。何乗ってました昔とか。最初マーク2、おグロリア、おでバニング乗って。バニング乗ってたんですか。これやっちゃってるパターン。まあまあ、そうだ。あとあ、じゃあだいぶ落ち着いてたんですか。そう、まあ、いや、まあでも、はい。はい、ということでこちらの車は何でしょう。コペンです。コペン、鼻水ずらったコペンです。 GR コペン。 GR コペンです。なんでコペン買ったんですか。オープンカーに乗りたくて。あ、オープンカーに乗りたかったんですか、はい、でコペンなんですか。コペン。いやいやいや、ダンディーなんで SL とか乗ったらかっこいいじゃないですか。いや、そこまでお金がなので、オープンカーって、あ、K ってコープンカーって最近のやつだってこれしかないですか。電動で開くのはこれしかないですね。 S6 とかあれですもんね。手動で。 S6 はこの天井のとこだけです ね。そっか、電動オープンなのはコペンしかない。コペンしかないですね。でコペンにしたんですね。ちなみにこれ高ないですか、 GR コペンって。車だけで250万ぐらい。高っ。え、これ嘘。やよだれ出そうだったよ。250万じゃないですかこれ。あの車両本体価格は250何万です。やばないですか、うん、あのコペンって出た当初あるじゃないですか、丸めの、はいはい、本当初期型、あれって200万ぐらいでした。でも200、セロじゃない、その本当の200万ちょっとぐらい。セロなんですか、土初期。セロ、セロ、セロ、あの丸めの、丸めのこれの一つ前の880っていう。880かな。これは400なんですけど、あ、型式が、はいはい、880、ね、前か後ろかどっちか分かんない。あ、そうそうそう。それが880ですか。880が200万じゃなかったですか、当時。なんかあの広告とか入ってて200万からみたいな。まあ、結構高かったと思います。はぁとか思って、もうとうとう250万ですか。はい、なるほど、はい、この GR コペン、まずフロントから何やってるんでしょう。はい、インタークーラー入ってます。え、これ本物ですか。本物です。オーバークールじゃないですかこれ。ちょっとスペックオーバーしてません。バカでっかいこれ。え、コペン用なんですか。そうですね。冷えすぎません。そんなことないかな。多分大丈夫だと思います。結構でかい前置きインタークラついて。で、この、え、エアロは GR なんですか、もうそもそもが。これバンパーは GR のバンパーで、でこれがリップが D スポーツになります。 D スポーツ、はい。あ、ここまでですか。ここまでですね。ここ下は、下は D スポーツ。なるほど、はい。これはなんかちょっと色入ってますけど、これはカバーがついてます。カバーなんですかこれ。はい、ヘッドライトのカバーですね。あれ、ちょっと待って、 GR ってここもそうでしたっけ。あ、これもオプションっていうか、あの別売りです。TRD かな。TRD、メーカーのオプションなんですか。はいはい、オプションです。コペンなんか分からんのですけど、え、ここまでバンパーですか。まあ、こう取るとここまで取れるんですよ。なんか不思議な形やな。ちょっとボンネット開けてもらえません。はい、コペン乗ってる人大体なんかやっちゃっとるもん。結構やばい感じですか。いや、そんなにやばくないと思います。そんなに普通にノーマルだと思いますけどね。普通にノーマル。はい、ダンパーつくんですよこれ。いや、ノーマルだと思いますけど。おお、まずタワーバーがブリッツ、はい、と何がついてるんですかこれいっぱい。これエアクリがもブリッツですけど。エアクリブリッツで、これがブローフバルブ HKS。 HKS で、これがそのインタークーラー。あ、ずーっとこうなってます。これ全部セットで売ってるんですか。いや、ここは一緒で、これが別売り。ちなみにここまでやったらこれいくらするんですか、インタークーラー。これだけで15万ぐらい。お金持ってる人怖いですね本当に。この辺のメッキ何なんですか。こここれ元々メッキじゃないですね。メッキしてもらったやつですね。ノーマルのやつをメッキしてもらって。メッキしてもらった、はい、はい、そうですね。これノーマル形状ですもんね。本当はこの黒ですね、こういう黒。わざわざメッキしたんですか。メッキしてもらったやつをあの譲ってもらったんですね。あ
なるほど、ね、折れる人がいてコペを折れる人がいて、はいはいはい、で譲ってもらいました。でこのパイプと合わせてメッキにしてるんですね、はいはいはい、でこのホース類は何でしょう。これは D スポーツのラジエーターのホースですね。車外ホース、はい、なんかこれエンジンマートついてます。え、何これ、これ何ですか。あ、これはこのブレーキシリンダーを固定するためのそれだけのためのこのステーなんですよ。はブレーキシリンダー固定する これを ここで固定するだけのためだけのステーなんですよ。あ、別にエンジンマートの補強とかじゃないんですか。じゃないです。これを固定するためだけにこんなどっちになるんですか。もうなんかちょっと価値観が分からなくなってきましたそういうこと、はい、他なんかやってみます。他はこれは自作で塗装してます。あ、自分で塗ったんですか。え、ここ何色なんですか、はい、ここはあ、これカウルトップじゃないですか。ここはいこういうやつです。ボディかと思った、はい、うまいことやりましたね、はい、あ、そうかそうかそうか、はい、すごいですね。で、なんでここにこのあれがいるんですか。ラジエーターじゃなくてどうしたか。ドアがガルウィングなんで。ガル何ですかガルウィングみたいな感じのやつなんで。こういうやつですか、はい、マジですか、はい、え、タンクがここにいるってことですか。本当はタンクここにあるんですけど、はいはい、その装置をつけるのに邪魔になっちゃってつけれないので、キットが入らないと、はい、ずっとこっちの方まであるんで、あ、タンクが干渉してしまうんで。じゃあ社外ってことですかこれ。そうです、日産のなんかって言ってました。なんかこれ昔の旧車こういうのついてないですか。今時じゃないですよ、はい、なんかでもこれがないとあの車検が通りませんので。あ、そうです、動きたらね、はい、ダメですもんね、はい、ガルウィングだそうです、はい、って言うとあの言われますよ、なんかシザードアだとかまあ突っ込むとか出てくるんでね。わかりました。ちょっとその気になるんで、はい、横からフロントなんか他あります。フロントはあと、まあ、これ網変えたりだとか。これ自作なんですか。自作です。ちなみにこれ今何馬力ぐらい出てるんですか。いや、ちょっと測ってないんで分かんないんですけど、はい、カタログ値だと64ですよね、はい、でコンピューターは。コンピューターはまだ何もしてないです。じゃあ普通に吸気排気だけってこと。そうですね。そこまでじゃ馬力上がってる感じじゃないですね。そこまでだと思う。体感変わるんですか。吸気気持ちは変わります。これ入れただけでも全然違いますね。そんなに変わるんですか、はいはい、ちょっとどんな感じが気になるので、まずじゃあ横から見ていいですか。はい、じゃあ横見てみましょう。さあ横です。はい、ちょっとそのご自慢のシザードア見してください。はい、はい、じゃあ開けますね。はい、おおかっこいい。うそ、こんな感じです。めっちゃ良くないこれ。え、このコペン用のキットが売ってるんですか。そうですね、2ドアでやるとやっぱかっこええな、はい、しかも思ったんですけど細かいっすね、やること。はい、もうちゃんとここもうきちんとやってシリアルナンバーも全部入って。ほんとだ、はい、配線ちゃんとここ、はい、いや、コルゲートでやってやる。これがその本当の名前らしいんです。なんていうんですかこれ。バーチカルランボドアシステム。バーチカルランボドアシステムらしいですこれいいですね。はい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 。ただこれね、さっきも話したんですけど、一回ちょっと閉めてもらっていいですか。はい、これつけるとこれがあんまり開かなくなるんですね、ドアが。知らない人がガーン引っ張るとポキッとやられますよね根元がちょっと、はい、バカになっちゃうんでね、はい、さあちょっと皆さんいろいろ不思議に思っていることがあると思いますまあまずじゃあホイールからいきますか、はい、ホイールなんでしょう。ワークのリザルダードメッシュ2っていうやつです。これオプションカラーですか。いや、このカラーがありました。あ、このカラーがあって赤と押したんですね、はい。で、あれなんですよ、まあ、フロントのこのブレーキなんでしょう。フロントのブレーキはこのプロバイルのカバーをつけてます。カバーなんですか、はい、これブレーキのカバーですね。まあ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 、ボルトオンでつけてます。しかもなんかすっごいぴったりはまってますけど、これ本当にブレーキじゃないかっていうぐらいなんですかこれ。この車用ってことですか。専用ですね。だからか、はい、あれなんですよ、ちょっと皆さんリアに注目。なんかおかしいですねなんかおかしいですね、後ろなんですかこれあれ4輪ディスクでしたっけコペンって。あ、多分そうだと思います。嘘やなんすかこれまあ、これも同じ前と一緒のカバーです。でカバー、これもプロバイルっていうところで出てます。ディスクのディスク風ですね。かぶしてるんですか。はい、ドラムにかぶしてます。ちなみにこのキャリパーカバーはフロント用がついてるんですか。フロントと同じのがついてます。もともとこれの後ろは設定ないんで。あ、これだけしかないんで。あ、結構みんなやる手口ですかこれって。はい、
でステーかなんかでステーを自作してめっちゃ好きじゃないですか細かいですねやることが、もう本当にホームセンターで売ってるああいうステーで作ってあります、はい、ちなみにこのフェンダーですねこれちょっとこのクリアランスが引っ込んでみ、はい、下がってみるんで、はい、これも車高ですよねこれもそうですあ車高自体はじゃそんなに車高も車高調で下がってはいますねちょっとこれ1個気づいたんですけどなんかついてますブレスかなんかついてますこれ違う何がついてますあの下の田辺のアンダーブレスそうです全部ついてます全部ついてるんですか3点全部ついてますどんな感じなんですかつけるとでももともと GR って純正でついてるんであそうなんですか、はい、ブレスがついてる付け替えですね剛性上がるんですかでも純正はこの真ん中辺ぐらいだけなんであ前はついてないんですか前はついてないですだから全部ガチガチになっちゃった感じ3点つけて、はい、って感じですね、はい、じゃあ普通の GR じゃないコッペンは真ん中もついてないってことですか真ん中ついてますその GR になると下の補強はついてます GR からついてるついてますあなるほど、はい、これ分からんですねこれでも自己満足のもう世界で生まれてくるともうこのエンブレムと覗けば分かるぐらいな下なんか見えないですもんね足回りは何でしょう足回りはなんだブリッツ、ブリッツダンパー ZZR でバネが変えてますバネ何についてるんですか足回り本舗っていうところのバネをつけてます変わってるわ何キロ入ってるんですかこれちょっとキロ数忘れちゃいましたけど名前があってですね何本舗でしたっけ足回り本舗ですね足回り本舗あ別にコペンとか関係なくですかコペンも関係してますあ関係してるんですか、はい、でフロントはツチノコバニーっていうやつ。ツチノコバニー。リアゴーゴーバニー。フロントツチノコバニー。リアゴーゴーバニー。キロ差わかんないですね。キロ数ちょっと忘れました。なんでバネ変えたんですか。いやなんかちょっと違うからでこれに変えたら結構しなやかな感じっていうか、ちょっと変わりましたね。体感できました。はい、ああなるほどなるほどなるほど。結構いい感じに、はい、でサイドステップはどこでしょうサイドステップも D スポーツです D スポーツ、はい、なんかもうコペンってイコール D スポーツなんですか、ね、あそうですねやっぱり大発なんででもなんかそういうみんなそれが出てくるから、はい、もうそういうもんなのかなと思って、はい、でゴースト貼ってゴースト、はい、なんか年配の方って結構コペン好きじゃないですか好きですね結構年配の方が多いですねで部品が多いあ部品も多いですね面白い車ってことですかまあまあまあはいなんかあの僕の勝手なイメージなんですけど昔めっちゃ改造車乗ってた方が落ち着いてコペンとか S6 買ってちょっとスポーティー仕様にいじってる人が多いなぁなんて思ってたんですけど、はい、どうなんでしょういや私もずっといじってますけどコペンのイベントって結構年配の方も気がするあ多いですね若い子10歳とかいなくないですか、はい、年配の方も多いし女性の方も多いです女性の方も多いですね、はい、やってるのなんか一回コペン軍団来ましたねああ前なんかあれと同じグループに僕も入ってますあそうなんですか、はい、あの時は来れなかったんですか、はい、あそういうことですねじゃあ単独で来てくれた出張中だったんでああそういうことですね、はい、じゃあ単独で来てくれということで、はい、わかりました、はい、じゃあリアから見ていきましょうあ閉まったあ後編で見せてくださいのコペンのオープン動画僕はオープンカーの動く動作好きなんですよ、はい、ちょっとメカメカしくてかっこいいですよねということでこちらのこれウィング純正じゃないですよねあ純正ではないですですよね、はい、これ何ですかこれはテイクオフのウィングになるんですが、はい、ですが、はい、ですが本当はこれ一つだけなんですけどえ私は二段にしちゃいましたどういうことこれが本当はここにつくんですよこれがここにつくが普通なんですけどあもうつく一段増ししてるんですか、はいまあ、つくだろうと思って勝手につくだろうついちゃいましたねこれ新しいですねこれええ待って待って待ってここだけ変えるんですか変えます変える、はい、変えますじゃあちょっと極端な話ですか、はい、3段もできるんですか、まあ、やろうと思えばできると思いますどん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 こうなってくるちょっとやんちゃにするんだらこれ4段ぐらいつけたらこの辺ぐらいくるってことですよね変ですかねどんどん重くなっちゃうんでトランク開けてもすぐ閉まってきちゃうんですよあだし これが電動壊れそうですよねなんか重くなってそうそう重くなっちゃう、まあ、やっても2段までかなあだと思いますよね3段いってもいいぐらいですかちょっとくどくなっちゃうかもしれないこれなるほど皆さんこれえここだけいくらで買えるんですか約3万ぐらいはえここ1個でですよあ両側です両側で3万円これ両側でウィングでいくらですかウィングで5万ぐらいじゃなかった 5万、はい、5万の3万、はいじゃあ1段増してることに3万円かかることですね
これいいですね、はい、なんでこの発想が出たんですか。いや多分1個つけれるんだったら、まあ、2個でもつけれるんじゃないかっていう、この本当に簡単な単純な発想です。これで使うかったらもう、まあ、いいやみたいな感じですか。いやちょっとなんか加工し て、そこまでですか。これいいですね、かっこいいわ。あ、そっか、石なんてもっとじゃあ低い、この分低いってことか。これがここに来るんで、この高さぐらいです。これ見ちゃうとこれが普通と思っちゃうじゃないですか。まあ、私は普通だと思ってるんで。あ、そういうこと。はい、あ、これかっこいいわ。これ誰も今のところ誰もやってないですか。増えますね、これ人は。あれいいなって書いて、これ自体つけてる人います、このウィング自体。あ、つけてる人いっぱいいます。やりますね。4段つけましょう。なるほど。でこれもカバーがついて、はい、そうです、前と一緒ですね。これ何ですか。これコペンのマークですね。これコペンのマークですけど、なんか違うですね、まあ、ヤフオクでちょっとこういうの売ってたんで、はい、こうやって塗装したやつ売ってたんで、あ、いいなと思って。ちなみにこのこれ何ですか。このこれ、まあ、リアのダクト。これ純正ですか。いや違います、後付け。はい、 LCK619 っていうやつです。純正なんですか。これ本当はここないです。ここがないだけなんですか、はい、でこれがあの普通の反射板になってます。あ、そういうこと。ここでこれはついてないです。え、これはついてない。ついてないです。ここは穴開けるんですか。穴開けました。穴開けるんですか、はい、自分でガーッと開けました。マジですか。ここは痛みません、自分でやってると。なんかいや全然大丈夫です。全然大丈夫です。で、あ、そっか、まああんまりガタガタしなきゃいいってことですね、はいはいはい、でここのディフェーザーがもともとはないってことですか。もうないです。へえー、これも自分で塗装してます。何でもやるんですね。す結構好きですか。好きですね。こう休日になるといろいろやってるやつですか。でマフラーがロッソモデロです、ね、ロッソモデロ来た、はい、ロッソモデロってなんか僕全部音が似てるなと思うんですけど。ああ、でもこれは結構、まあ、うるさい方ですね。うるさいですか、はい、ちょっと聞かせてもらっていいですか。はい、1回ぐらいですか。おお、いい感じ、いい感じ。 OK です、いいですよ。いや、いい音する。あ、やっぱロストモデルって分かる音しますよ。なんか、あ、なんか、なんだろう、このゴーっていう感じ、はい、この車につけてもなんか似てる音しますね。ロストモデルってホンダ車についてるイメージですよ。とか、いや結構いいんじゃないですか。みんなのもっとスポーティーなつけますよね。あの、なんだっけ、何だったかな、なんかめっちゃうるさいやつなんかありましたよね。忘れちゃったな。なんかちょっと音でっかいやつなかったでしたっけ。かき音じゃなくて、どこのメーカーですかね。どこだったかな。この間の一斉で来た時になんかうるさいバフだったんですよ。あれいいなと思って。まあでもロストモデルかなりいい音をします。まあ激しそうですね。もしかして開けてきました、今日。あ、途中まで開けてきました。寒いのに。平気ですか。全然。あ、全然大丈夫です。あの、はい、暖房をかければ露天風呂と同じ感じです。そこまで暖かくなります。暖かくなります。シートヒーターもついてるんで。あ、はい、結構ご立派な車ですね。わかりました。じゃあ後編細かく見て、はい、シミュレーションしたいと思います。じゃあ今日この辺でまた明日、さよなら。